ザクセン先帝公夫人、マルガレータの墓石の肖像、マルガレータ・フォン・エスター・ライヒは、神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の妹で、ザクセン先帝公、フリードリヒ2世の妻。うちオーストリア公エルンストとその妻で、マゾフシェ公、シェモビト4世の娘であるツィンバルカの間に生まれた。1428年に、ザクセン先帝公、フリードリヒ2世と婚約し、 1431年6月3日にライプツヒで結婚した。政治的な才覚に恵まれ、ザクセン選定公領の国政に多大な影響力を及ぼした。1432年、自らの指示でマイセンに住むユダヤ人を領外へ追放させた。夫とその弟ビルヘルム3世との間の相続争いでは、両者を和解に導いた。信仰厚い婦人でもあり、 この兄弟戦争の終結を記念して、修道院の解説を呼びかけた。1453年、彼女は、異例な郊外に14級難聖人に剣じた、巡礼地制度の低組織を行った。1456年に、夫フリードリヒからコルディーツの支配権を与えられ、独自の貨幣鋳造権をも認められたため、コルディーツ貨幣鋳造所を設置した。 同鋳造所の発行する、マイセングロッシェン銀貨には、発行元が区別できるように、マルガレータの頭文字、M の文字が、貨幣の名の中に刻まれた。1464年に家父となると、アルテンブルク市の管理権、ライプツヒ城やリーベンベルダ城などの諸城、コルディーツ、アイレンブルク、リーベンベルダの諸都市の所有権など、莫大な家父財産を分与された。 そして死ぬまでアルテンブルクを居所とし、領主としての統治権や裁判権を行使した。1468年にはアルテンブルクに穀物倉庫を建設し、この倉庫は1868年の火災で消失するまで使用された。アルテンブルク市の財政健全化のため、マルガレータは彼女個人の潤沢な宮廷金庫から死に莫大な援助金を送った。F ペルテス。 ゲシヒテデクワスタットンウントコングリシャスザックセン、1830S33334 マルグリット・フォン・オーストライヒ・アウフデン・シュパーレン・グロサー・フラウェン、ホルガー・ジャコビ、2009年3月20日閲覧、ありがとうございます。